クール市内の平洋軌道区間のアブダ4、4483通号機アローザ駅に停車中のアブダ4、4482通号機が牽引する列車、ラングイース橋を渡るアブダ4、4481通マイナス486通型が牽引する列車、レーティッシュ鉄道アブダ4、4481通マイナス486通型電車は、 スイス最大の私鉄であるレイティッシュ鉄道の路線であるクールアローザ線で使用されていた山岳鉄道用電車である。クールアローザ線は1960年代に至るまで開業以来の電車とベルニナ線からの借入れ車で運行されていたがベルニナ線へ車両を戻しつつ近代化も図るため1957、1958年に製造された電車で車体、機械部分、 台車の製造を SWS、電気部分、主電動機の製造 BBC 及びソスが担当しており、価格は1両40万8000スイスフランである。抵抗制御により1時間低角出力 500kW、原引力 64kN を発揮する汎用機であり、さらに本機の同型機として1両が製造されたベリンゾーナ、メソッコ専用のブド4。 4491系の予備機として4 8 3 2 4 8 4通号機が、河川電圧直流 2400V、1500V 両用として製造され、車両不足時には転用することとしていた。基板と製造所、製造年は、下記の通りであるが、製造当初は、アブフ4、4型と呼称され、また、いずれの基板も2代目であるためそれぞれ2として、 区分している。アブダ4-4482通号北が牽引する列車。ありがとうございます。